お元気でしょうか。ナビゲーターの石川正明です。人は困難に直面した時どう切り開いていくのか、人生がうまくいくよう力を発揮するのは自分しかない。自分の力を信じて前を向いた時、全面的にバックアップしてくれる力があるものです。ピンチに立たされた時、自分は丸ごと受け止めて自分の力を信じてみましょう。世の中を信じ、自分をも信じて前を向いていれば、どんな苦しい出来事も乗り越えること、受け合いですよ。休日の街角でふとした出会いから甘い声が芽生えたとしたら、自分の誇りにと自信もつながるように思いますよ。パワーを取り入れる方法はいろいろ。音楽を聴くのは最も効果があるようです。中でもリズムに乗ってノリのいい音楽を聴くのは最高。失恋の歌、悲しいメロディーより思わずリズムを取りたくなるような陽気な曲を聴いて、パワーアップにつなげてみてはいかがでしょう。ここからは正明のホットアドバイス。今日は高い声を出すことに苦労している人にはいい話ではないでしょうか。まあそんな内容を聞いて、もしかして歌好きになるかと思います。聞いてください。まずは男性は女性歌手の歌を、反対に女性は男性歌手の歌を歌ってみませんか。慣れないと歌いにくいものですが、歌う筋肉がしっかり鍛えられて、みるみるうちに歌が上手くなるように正明は思います。なぜなら高い声がやはり声の出す基本だと思います。いかがでしたか。いつかカラオケに行った時はぜひキーの調整をしないで、再度高いキーでもありながらも挑戦してみていかがでしょうか。結構効果が出るように思いますよ。なぜなら声が出るようになれば、楽しさがあるいは健康を保つことになるかと思いますので、ぜひリスナーの皆さん、やはり実践は何よりの宝になると思いますので、ぜひ一度してみてください。まあ付け加えておしゃべりするならば、ハモるときに一文字だけ、例えばタだったらタン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 、すべてタの表示で歌ってみるのも効果ありですよ。まあ歌と言いながらいつも言うんですけどね、そんなに楽しむこともない人もいらっしゃるし、でも気分転換に歌ってみたいよという方も当然いらっしゃるかと思いますが、ぜひいろんな角度で、やはりせっかく歌うんであればね、楽しく歌った方がいいじゃないですか。さあそんなお話をしている間に、私のコーナーそろそろエンディングになるようです。ここまでのお相手は石川正明でした。それでは次回までごきげんよう。